千葉の柏駅から徒歩5分ぐらいにある、ノブレスオブリジェさんに来ています。ノブさんというふうに呼ばれてました。フランス語で、なんか自分の持ってるものを提供しようっていう意味らしいです。でこちら入り口なんですけど、カメラとか、こういうのがついてるんですが、これは、全部、見せかけらしいです。はい、なんかおしゃれな感じで、これが閉まってるともう本当になんか入り口がわからないみたいな感じで、ここのビルのオーナーさんが建築士の人らしくて、それで、こういうおしゃれ設計になってるというふうに聞きました。でこう開けますと中がこういう形になってまして、で受付がこれですね。でこれが発泡スチロールをすごい加工してて、あ、そう、説明をしてますね。はい、あのディズニーランドとかで使われてる、そういう造作物をの技術者さんが作ったそうです。おしゃれですね。で中がこんな感じですね。あ、こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。あ、星野と申します。雪松さんです。あ、はい、なんか動画を今撮りました。はじめましてですかね。はじめましてですね。はい、失礼になります。すみません、こちらから。こちらから。足を赴くところ。ああ、とんでもございません、そんな。恐縮です。ありがとうございます。コワーキング JP の確かグループでちょっとやりとりが。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。大した編集もかかることは。すみません、よろしく。はい、ありがとうございます。今日お仕事ですか。そうなんですよ。はい。あと運営、もう一人運営代表者の、湯原さんです。はい。で、畳。畳ですね。畳がありまして、で、まあ、椅子があったりとかしてますね。はい、で向こう側が、はい、あ、はい、今ここが今1個なんですけど、もう1個、あ、トイレがここですね。でトイレは普通に水洗でした。で、こちらがノブプラスというのを今後作ってくださいそうで、あ、おしゃれな感じですね。これから借りるらしいんですけど、シェアオフィスとして3部屋用意しつつ、こちらがセミナー会場とかで使うそうです。まあ、広さとしても150平米ぐらいかなあって、さっきの部屋に比べて大きい、また拡張するそうで、楽しみですね。はい、あ、電気つけていただいて。ああ、大丈夫ですか。はい、こんな感じです。さっきまで工事してました。動画撮らせてもらってます。はい、あ、運営代表者の湯原さんです。湯原さん、お願いします。ありがとうございます。何か一言。七重福さんに追いつけ追い越せで柏も頑張ります。あ、お互い電車一本ですからね。はい、よろしくお願いします。運動会も、あ、運動会もなんかちょっと思いつきで今さっき話出てましたけど、よろしくお願いします。